足の悩み相談室、ウォーキング専門店フラット仙台駅東口店の佐伯でございます。本日はですね、昨日いらっしゃいましたお客様の、扁平足のお客様のご紹介したいと思います。こういった形でですね、足裏のフットプリントを取ると、非常に扁平足が、分かりますね。扁平足の方はですね、足のアーチが潰れてしまうので、内側に回転して、体が回ってしまうんですね。と同時に膝も回ってしまいますので、膝や腰の負担が非常にかかってしまいます。これをちょっとインソールをグッと使ってあげて、しっかりとした靴で、支えてあげますと、骨格もこういうふうに、補正されますので、非常に歩きやすくなります。ぜひですね、扁平足でお悩みの方、どうしても膝や腰に負担きますので、あとは疲れやすい、どうしても車のサスペンションと一緒で、扁平足の方はこういったスプリングはないんですね。直接、膝腰に負担かかってしまいますから、ぜひそういったインソールと靴で、補正してあげて楽にしてください。ぜひ、皆様お悩み等ございましたら ご来店いただきたいと思います。皆様のご来店お待ちしております。